さて、ここから、さっきお話ししました蔵出しを始めたいと思いますが、これは以前にもピックアップした2000年6月25日のゆきひろとのトークなんです。当時のニューウェーブを振り返ったり、まあそういうお話で、まあ、盛り上がったんですけど、曲を解説しておこうと思うんですね。1曲目に選んだ曲が Worry という、これはエレクトロの すごくいいトラックなんですけど、ゼロパスセブンというユニット、これは誰だかよくわからないんですね。で、それは1979年にしてはとても最先端な音だったという印象があります。2曲目に選んだのがリーナ・ラビッチ。このシンガーはですね、ニューウェーブの歌姫とでも言うんでしょうかね。もう一人ニーナ・ハーゲンという人とすごく仲が良くて、二人はとても似てるんですね。とてもシアトリカルで、まあ、ゴシックな衣装を着てですね、濃いめの化粧で、口を大きく開けてですね、まあ、その後のニューウェーブの女性シンガーの雛形になるような存在でした。そのリナ・ラビッチ、自称ポーランド生まれですが本当はアメリカ生まれということで、ジョアンという曲です。そして選んだ3曲目というのがセレクターですね。トゥートーンレコードというレーベルからですね、スペシャルズとこのセレクターが大成功を収めるんです。で、そのセレクターの曲は、アウトオンザストリート。それでは聴いてください。で、最初にヨーロッパツアー、イギリスか、イギリスに行ったんだっけ。いや、ツアーですか、ツアーはイギリスでしたね。そのチューブスの前座以降ね。後ね、その時にもうイギリスはニューウェーブでしょ。もうバリバリでしたね。終わり、バリバリ、まあ、バリバリ、うん、ニューロマンティックスじゃなくて、それは81年だから翌年ですね。あ、そうか、1回目はニューウェーブの頃。1回目はね、79年なんですよ。だからもうパンクとかニューウェーブ、うん、またテクノっていうことじゃなかったですね。その中でこのウォーリーっていうのをね、買ったんだよ。したらテクノだった。そうか、それは早いわ。で、聞いてみましょうよ、ゼロパスセブンっていうユニットです。ウォーリー。
79年でこの音はすごいな。すごいでしょ、うん、そうなんですよ。これ何者なんだろうね。この人は一体どこに行っちゃったんだろうね。名前が分かんないんだよな、うん、先日トーマス・ドルビーと話したんですけども、うん、トーマス・ドルビーが音楽のルーツは何って聞いたら、うん、僕は、やっぱりエレクトリックミュージックだから、うんうん、やっぱり YMO と、うん、それからクラフトワークと、はあ、それから、まあ、ヒューマンリーグって彼が言ってたけど、あ、そうか、あたりが僕らの音楽、僕の音楽のルーツだと思ってましたよ。あ、そう。でもちろん黒人音楽とかね、うん、彼はダンスミュージックとか、うん、得意な人し歌だけうまいから聴いてたんでしょうけど、うん、やっぱり本格的に音楽に目覚めたのはそれなんですって。あ、そう、うん、テクノなんですって。そうなのか、うん、うん、でも同時期にやってたような気がするけどな。ちょっと後なんですよ。ちょっと後なのか、うん、うん、そう、じゃあね、思い出すままに、じゃあ次なんかゆきひろが持ってきた、僕はね80年代はね、うん、そうだな、例えば、バーナリントとか、うん、ちょっと今で言えばピチカート5的な、うん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 、それからマリー・ウィルソン、うん、でも圧倒的に僕が影響を受けてるのはトニー・マンスフィールドなんですよね。もうそれは、うん、みんな知ってますそれは。ではニューミュージックっていうグループだったんですけど、うん、マリー・ウィルソンもトニーのプロデュースだし、うんうん、で一方ではね、リーナ・ラビッチっていう人がいて、うん、これは僕も聞いてたよ。この人がなんか独特な、なんか、うん、共産権ロックっていうかね、そうそうそう、なんかよくわかんないんだけど、スカーを基調としながらも、うん、なんか悪の強い歌で、あの、うん、なんていうの、デートリヒ的なというかね、なんかそれで英語なんですけど、うん、訛りのある英語で、うん、なんかなんとも言えない。これじゃあ聞きましょうよ、うん、それのリーナ・ラビッチのね、これは確かジョアンかな、ジョアンっていう曲、はい、さんとよく影響を受けてたのはやっぱりイギリススカですね、うん、スカはよく聞いた、気持ちよかったね、ツートン、うんうん、で特にセレクターのあのスピード感がやっぱり良くて、うん、これはもう増殖の時代だ、
そう、ね、もう80年代に入るんですけど、うん、増殖って曲聴くとセレクター思い出すっていう。同じサウンドだよね。同じなんだよね。あのまんま YMO もあれで言っちゃえばよかったけどね。もうね、ギターバンドになっちゃうから。ギターバンド、うん。そうすると気持ちがうっちゃ、うっちゃしかできない。絶対怒ったと思うけど、何が楽しいのとか言ったかもしれないし、うん、セレクター聞きましょう、うん、より増殖に近いのにしましょうよ。じゃあこっちだ、 B 面のね、3曲目、うん、アウトオンザストリーツ。この二人は時々ね、すごいこと言うんでヒヤヒヤして聞いてましたけど、